はい、酒好きの新潟人の飲酒動画です。今回は、ハイサワー。じゃーん。ハイサワーのですね、原液レモンです。こちら、いわゆる原液の、ハイサワー。まあ、これ業務用なんですけど、ネットで買いました。1リッター入ってて、確か値段が700円だか、くらいだかな。原液。焼酎を使用した場合、例が書いてあります。まず、大きめのタンブラー 400cc かビール中ジョッキに25度焼酎 90cc を入れてください。2、ブロックアイス3、4個入れてください。3、よく冷やしたハイサワー原液 30cc と炭酸水 180cc を入れ、軽くかき混ぜてください。4、レモンスライスを浮かしてハイサワー出来上がりです。と書いてあります。こちら品名が 60% レモン果汁入り飲料。原材料がレモン果汁とワインと砂糖と酸味料と香料と保存料とカラメル色素です。ということはまず焼酎を 90cc 入れます。90cc。90cc 入れたらもうこんななってんだけど。もう6割方になったんだけど。これ大丈夫かこれ。90cc 入れて、アイス3、4個入ってるから。で、あとこれ 30cc でしょ。30cc と炭酸水 180cc ってもう確実にもう、これ終わっとるやん。もっとでかいの入れないとダメだ、これ。タンブラーが。どう考えても、ちっちゃすぎた。これ全然足りない。絶対足りない。30cc のこの原液を、ピャーっと入れて、これで、あと炭酸水を入れるんですけど、もう、7、8割方もうこれにもう埋まってるんで、これやべえな。参ったな。参りましたね。入る余地がほとんどね。はい、出来上がりです。だな。大きめのタンブラー 400cc くらい。これ多分そんなに大きくねえな。もしかして。400cc、でも 400cc くらいあると思うんだけどな。ないのか。あ、こちらはですね、ハイサワーのこの原液は、確か、あれに売ってます。ネットのね、なんだっけ、格安っていう格安ってカタカナで、なんでも酒屋、格安っていうのに売ってました。こちらはね、確か、いくらやって2500円以上で送料無料ですから。いいですよ。それでは乾杯。ん？ああ。ああ。
うん。ちょっとあれだな。ほとんどあれだ。ほとんど。これ、ほとんどあれだ。ほとんど焼酎のレモン割りみたいになってる。ひでえ。でも、なんか、あんまり酸っぱくない。あの、ハイサワーの普通のあのさ、あの、サワーのやつ。液体よか。原液の手作った方が酸っぱくないね。そんなに酸っぱくないもん。うん。あんまり酸っぱくない。なんか、ハイサワーってすげえ酸っぱいイメージがある。だけど、これで作ると、案外酸っぱくないですね。うん。すげえ、あの、ハイサワーってすっげえ酸っぱいんですよ。すっげえっていうか、すっげえでもないけど。すげえ酸っぱい。ってイメージがある。だけど、全然これで作ると、酸っぱくない。なんででしょう。まあこれはあれでしょう。いわゆるね、あの酒屋の酒場の業務用的な。業務用ですよ。ハイサワー。ハイサワーの業務用ですよ。まあ、結局ね、あの普通のハイサワーのレモンのやつを常備しとくと、めんどくさいじゃないですか。ね。邪魔くさいでしょ。量がね。量でね。やっぱ炭酸水っていう汎用性の高いやつと、この原液を混ぜ合わせて作れれば、やっぱそれだけ、その、場所が取らないからね。だから、結局こういうのってのは、まあ業務用でね、場所取りがないからあんまり、場所取らなくていいからね、いいんでしょうけど。まあ一般人に関してはあんまり関係ないと思いますけど。ハイサワーのウィキペディア見まーす。ハイサワーとは白水社が、1980年に日本で初めてサワータイプ瓶入り焼酎割り飲料として発売した割り剤飲料であり、同社の商標登録となっています。発売当初は居酒屋において、酒といえば日本酒、ウイスキー、ビールしかない時代に日本ならではの焼酎をベースにしたカクテル割り飲料として開発。イタリア産のレモンを果汁に炭酸とガムシロップを配合して。居酒屋などでサワーといえば
焼酎をベースにしたメニューの一般名称だが、もともとの語彙は、ウイスキーやジンなど蒸留酒にの、ウイスキーやジンなどの蒸留酒にレモンなどを加えたカクテルのこと。日本で焼酎割りのことをサワーや、時にはなんとかハイなどと呼ぶのが一般的だ。これはハイサワーの貢献が大きいとされている。ああ。なるほど。1980年にハイサワーが居酒屋に登場し、白水社の社名がある目黒からその人気が広がり、東京、そして関東一円に広がっていった。同社の営業マンがお客様に、はい、サワーです。と勧めたことで、焼酎を割ったもののことをサワーと認識され、これが広まったことが大きな影響を与えた。ちなみに、ハイサワーは、我が輩が作ったサワーという意味からネーミングしている。なるほど。開発の背景。日本の清涼飲料業界に創世、清涼飲料業界の創世期は、ラムネやサイダーなどの炭酸飲料や低果汁の飲料がほとんどで、需要は夏季シーズンに偏っていた。白水社は年間を投じた商品展開を考え、約40年前に焼酎で割るビールテイストの飲料の開発に着手。しかし、開発に6年費やしたため、原料メーカーが倒産。実際には製造することができず、大きな衝撃を受けたという。そんな時、海外カクテルをヒントに得て、日本のカクテルを作ろうと大きく発想を大きく転換。開発されたのがレモンと炭酸、ガムシロップを加えたハイサワーであった。居酒屋を1店ずつ開拓。白水社の当時の営業マンは、わずか数名しか在籍してなかった。サンプル用に1ケースとポスターを持参して、居酒屋を1軒ずつ回り、はい、サワーです。と進めて歩いていた。はじめは、焼酎を炭酸とレモンで割るなんて、と驚かれたものの、レモンと炭酸の爽快感と美味しさから口コミで広まっていった。割るならハイサワー。瞬く間にハイサワーの人気に火がつき、居酒屋の定番メニューとして定着。この人気を支えるために、テレビなどで積極的な広告展開を開始。割るならハイサワーのインパクトのある広告を展開していった。過去にはサワー祭りなども展開していた。居酒屋から家庭まで進出。居酒屋の定番メニューから家庭に進出したのは1985年に、生産解禁となったペットボトルでの、商品化が大きく貢献している。家庭の主婦が、居酒屋などで飲料経験のある人の勧めからスーパーで購入する姿が一般的に広がった。ペット樹脂によるキャップを導入したのは業界で白水社が初。そうなんだ。金属製のキャップでは危険性があり安全性を考えて、栓縁をつけた。ペットボトルの、ペット樹脂のキャップってあれ、白水社が初なんだ。すげえな。このペットボトルは軽い、透明、そして再封性。何度も、蓋を開け閉められるなどが利点。同社の商品は通常、
2、3日ほどで利用されており、これらの特徴を最大限に活かした展開であった。時代のニーズを受けてダイエットハイサワー。2008年4月に白水社の新社長に就任したのは3代目で女性の田中秀子である。秀子が、三代目の秀子である。過去祖父が創業。父が事業を大きく展開させた。ひろこが、それ多分前の社長が2003年に 社内のアルコール飲む人はダイエットを気にしない。などの反発の声を振り払い、陣頭指揮をなんとかして発売したのがハイサワーの姉妹品であるダイエットハイサワー。近年、話題のメタボ対策は、高まるダイエットの志向を受けて着実に売り上げを伸ばし、まあ、いわゆるダイエット的なね、やつでしょ。ハイサワーは、業務用の 200ml リターナブル瓶。家庭用の1リットルペットボトル、360ml 瓶などアイテムが拡充され、またメニューのバリエーションもメインのレモン、グレープフルーツ、青リンゴなど大きく広がっている。エピソード。2009年9月5日放映のタモリクラブが白水社の社内宴会をネタにし、タモリクラブの酒飲み企画の常連である、マダメ香里、井筒和、なんとかと共に製品を飲み比べた。社長のジャズ熱唱や、社員の歌の朗読など、宴会芸も披露された。これちょっと見たいですね。タモリクラブ結構あれなんだよね。白水社の、ホッピーとかもあれなんだよね。タモリクラブで結構、あれされてんだけど。ただ俺、タモリクラブ、新潟でやってないからさ。結構タモリクラブって、そういう感じの、ね、あるんだよね。ただ俺は見れないんですけど。ちょっと長くなりました。ということで、ハイサワー。こちらは、普通のハイサワーに比べてちょっと酸味が弱い。っていうのが、感じでしょうかね。で、まあ当然甘くはないんですけど。買いかどうかは、まあそれなりに買いではあるんじゃない？ってこともないのか。難しいですね。まあまあ、こんなもんでしょう。1233です。ご視聴ありがとうございました。